筋からの情報でございました。ということで、いってらっしゃい。というのは、うん、その、まあ、核ミサイルをバンバン撃ち込むってことはあるかもしれないけど、はいはいはい、中国ってどういう意味か分かります？真ん中の国ってことですか？そう、真ん中の国ってことですよ、はい、だから中国人は中国が真ん中で、うん、中国以外の国はみんな辺境だと思ってるんですよ、うん、蛮族だと思ってるんですよ。三国志とかそうですもんね。そう、北敵、東夷、青獣、南蛮ですよ、うん、はいはい、僕たちは東夷です。あ、東夷ですね。東の恵比寿です。こういうね、ここも恵比寿ですけど、野蛮なものたち、野蛮なものたちなんですよ。だから僕たちは例えばだから中国の皇帝に貢ぎ物を持っていくと、うん、よっしゃよっしゃって言われて、うんうん、お前を日本国王に封じてあげようって言って倍返ししてくれるんですよ。貢ぎ物をね。朝貢貿易ってやつ。それは朝貢貿易ってやつなんですけど、よっしゃよっしゃなんですよ、うんうん、基本的には、うんうん、で中国が攻めてくる時っていうのは、うん、必ず異民族に侵略された時なんですよ。はあ、そうか。そうなんです。確かに。そうなんです。せめて出ていかないんだ。出ていかないです。だって別に出ていく必要ないんだもん。だってそんななんかね、田舎の辺境の国になんで俺たちが行かなきゃいけないんだ、お前ら来いよって話ですよ。領土十分あるしっていう。そう、別にだからお前らは親分子分の関係ですよ、うんうんうん、ヤクザの、うんうん、子分のところにわざわざ攻めてって。なるほど。しないでしょ、親分。支店潰しに行かないみたいな。行かないでしょ。行かないでしょ。よっしゃよっしゃでしょ、うんうん、金持ってこいよお前っつって、うんうんうん、なんならお前金持ってきた分の倍返してやるよっていうのが親分なんで、うんうんうん、中国の皇帝親分はそういう、うん、そういう体質なんですよ。じゃあ中国台湾の戦争みたいなあのあたりはないっていう。中国台湾はともかくとして、うん、その日本に中国が攻めてくるってことは、はい、まあ歴史的に言うとありえないですよね、うん、それはないですよね、うん、だし、はい、無理だと思う。というのは、うん、そのまあ、核ミサイルをバンバン撃ち込むってことはあるかもしれないけど、はいはいはい、核ミサイルいくら撃ち込もうが国は滅ばないからね、うん、そうなんですか。そう、そうでしょ。だってそう、何百万人死ぬかもしらんが、はいはいはい、うん、何百万人死んだじゃん太平洋戦争で、うん、そうです。死んだけど、うん、日本は別にいるじゃん、うん、あるじゃん、うんうんうん、だから国は滅ばないですよ。核ミサイルなんかいくら撃ち込んでも、核ミサイルっていうのは、うん、もちろんたくさん大量殺戮できるけれども、うんうんうん、撃ち終わったら終わりだからね。うん、なるほど。で、だってさ、それで日本を焦土にして、うんうん、もう焼き尽くして、うん、全国民を根絶やしにするぐらい核ミサイルを撃ち込んだところで、うんうん、どうすんのこれみたいな。うんうん、その後もう何もなくなった日本を君たちどうすんのみたいな話じゃん。確かに。そう。だから上陸作戦をして占領 しなきゃいけないんだけど、うんうん、上陸作戦ってめちゃくちゃコストかかるんですよ。ウクライナをロシアが攻めたでしょ、はいはい、攻めたよね、はい、でもまだ全然落とせてないわけで。そうですね、うん、首都を落とせんじゃねえかとかって言ってたけど、うんうん、全然できてないわけですよ、うんうんうん、どころか今押し返されてるじゃん、うん、はい、要は地続きの国ですら、うん、やっぱ2倍3倍の戦力が必要なんですよね。そうか、侵略は大変なんですね。海を隔てるとさらに倍ぐらい必要なんですよ。倍から3倍って言われてますね。でもその中日はそうですけど、でも中台も同じですよ。だからその中台も同じですよ。まあ、ね、揚陸艦とかが大変だからっていうのは分かるんですけど、そのいずれ準備できるじゃないですか、台湾を攻めるんだったら。いやいや、だから大変だって言ってるじゃないですか。それでも大変ですか。大変ですよ、そりゃ。ってことは中台のそりゃアメリカも黙っちゃいないですよ、そりゃ。中台のそこら辺のリスクっていうのは、まあ、言われてるけど、うん、これまあ結局今回ほら、うん、民進党の政府が倒れて国民党の政府になるんで、はい、だからもう親中ですよ。簡単、はい、完全に親中寄りで、うん、経済支配を、うん、する以上だと思いますけどね、僕は。Yeah.